この際委員の異動についてご報告いたします本日地味花子君が委員を辞任されその補欠として光月亮介君が選任されました他にご発言はありませんか塩村綾香君立憲民主党の塩村でございます今日はあの参考人の皆さん本当にあの勉強になる話をありがとうございましたえ今日はですね未来に向けたあの雇用のへの転換そしてグリーンニューディールという視点でお三方に一問ずつ おおお伺伺いいいいいををししたたとと思思っっててりますまますすずあの松下参考人に世界はどんどんと再生可能エネルギーの拡大を進めて、でコストも電気料金も引き下げになっていると、まあ、参考人の資料で読ませていただきました。欧州やアジアの国々は原発ゼロ、再生可能エネルギー100%、石炭火力フェーズアウトなどの目標を持っていて、それによって新たな雇用が生まれ、地域と国全体の経済の発展を図ろうとしており、多くの国で、 今や再生可能エネルギーいい発電技術とととなっているとのことでした日本は太陽光、地熱、風力などの再生可能エネルギーや、蓄電池に関する技術や、ハイブリッド車や燃料電池車など、個別の脱炭素産業技術においては、最近まで世界的にも優位な地位にあったそうですが、しかし今は遅れていると言わざるを得ないというふうに書いてありました。 そこでお聞きしたいんですが、日本に足りていないものは、一体なんなのかなと、私は今日お話をお聞きしながら、まあ、日本はイノベーションが起ききれていないんだなというふうに思いました、まあ、イノベーションを起こしていくということがまあ必要なんですが、まあ、そこに原発があったとしても、ですね、イノベーションが日本で、日本というところでも限定で考えるんですが、起きることができるのかどうかなんです。 あの私、国会に来てまだ一期生なんですが、まあ、ここに来て感じるのは、あの原発のお話がいろいろとその、まあ、経済のす新しい産業とか、いろいろなこういうエネルギーの話になったときに、まあ、ちょっと足かせになっているんじゃないかということを感じることが多々ありますが、いかがでしょうか松下参考人。ありがとうございました。まあ、先生ご指摘のあった日本はですね かつては太陽光パネルでも,も世界の有数のメーカーがありましたし、それから現在でも、例えば自動車のですねハイブリッドカーであるとか、先進を走ってきたわけであります、風力発電の技術もかつては高いものがありました、それで結果的にですね現状ではそういった分野で、いろんな分野で世界のトップランナーとは言えなくなってきているというのが残念な現状だと思います。 でこれはまあなかなか分析難しいのでありますが、まあ、ヨーロッパの動向などを見ているとです、ね、やはり非常に高い温,室効果温暖化という問題を原理的に考えて、将来は例えば1.5度という目標が必要だと、まあ、いうことは科学者は言っておりますので、それに向けてどういうことが必要かということを、まあ、いわば考えて、目標を、高い目標を立てると、もちろん技術的に可能かどうかということは、その時点では 必ずしも明確でない場合もありますが、えー、科学的に必要な目標を立てて、それに向けて必要なあ、まあ、技術開発であるとか、あるいは人材であるとか、あ研究開発をやっていくと、でそれを促進する制度的なです、ね、例えば再生可能エネルギーを優先するようなあ固定価格を買取制度であるとか、あるいは再生可能エネルギーの方が化石燃料よりも有利になるようなあー、えー、カ,カーボンプライジングといいますか。 炭素税を導入するとか、そういうことによって、高い目標を作って、それをインセンティブを与えて進めていくと、そうすると、それに向けて、新しい投資が起こって、社会全体のシステムがですね変わっていくというふうに思います、それで日本もですね、実は昨年10月に菅首相が2050年ネットゼロといったことによって、ものすごく雰囲気が変わっておりまして、 日本の主要な産業が、企業が、ですねそれぞれわが社は2050年までにこういうことをやりますとか、あるいはこういうことをやります、あの2030年までにどういう目標を立てるとか、いうことで、政治のリーダーシップというのは非常に高い、強いと思います、高い目標をかけて、それに向けて投資であるとか、人材であるとか、研究家開発の資金を用意するということが非常に大きいと思います。以上がが率直な感想でございますありがとうござざいいまますあありとうした 塩村彩香君。すみま,ません。はい、安川参考人にお伺いいたします。お話を聞いて私も本当にあのイノベーションが大切で、あ、安川参考人、はい、参考人にお伺いいたします。で、雇用創出というのは非常に重要な視点だと思っています。そのために今日本がまあ、まさに私たち政治がしなくてはいけないことは何なのか、まあ、予算なのか、政策をもっと強く推し進めていくべきなのか、え、そのことを一旦お伺いしたいのと、先ほどお話の中で。 今の技術で90何パーセントかはできると、で残りの数パーセントが新しい技術が必要だということでした、その新しい技術、今足りていないものは何なのか、こちらを、えー、教えてください。飛鳥参考人 はいいどううもありがとうございますあのイノベーションは非常に重要だと思いますので、ちょっと前の質問等にも関わるかもしれないんですが、やはりあの足りなかったのは、イノベーションしましょうというふうに政府は言うんですけれど、そこで終わってたということかと思いますあ。日本の場合、産業政策、特に再エネ、省エネに関しては、サンシャイン計画、ニューサンシャイン計画、ムーンライト計画とか、いろいろあったんですね。あのですがあの、まあ、残っている企業はない。 ですそこで 頑張っってて今やっているでそこのときにあのいくつかのレポート報告書が出ているんですがやはり国が明確な目標をまさに数値目標国内で何年までのくらいのシェアにするというものがないと産業は企業はついていかない基本的には将来性がないと政府はあまりまじ真面目に考えていないということで,で今お金を赤字になってどん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 投資しても将来性がないということで でやめてしまってるというのが原因だというふうな分析している論文がいくつかあります。なのでまさにあのいわゆるプルというんでしょうか。どの国でも産業政策でその国を産その産業を成長させるためには政府がものすごく投資をしています。 まさに大きな投資でインターネットもそうですし軍事的なものもそうです。なのでそれと同じような形で日本でも再エネ、省エネに関して政府がもっと大きな数値目標を出して具体的な政策を打ち出していくとでその時にせ、まあ、あの政策の話なんですけれどそれぞれの分野では違うんですが例えば省エネは儲かるんですね。なののでで我々のあのレポート計算では大体工場が、えー 偏差値60ぐらいのエネルギー効率になってくださいというふうにそれぞれの工場にお願いするとでダメだったら名前出しますよというようなあの制度を入れてくださいということを提案しています。でもちろん、 あの今、名前が出ない状況あの制度になっているので名前出されるのは嫌かもしれないし抵抗するかもしれないんですけど少なくとも偏差値70を要求しているのではなくて60を要求していますでかつ、えー、少年の場合10年15年、えー、短いものは5年で必ず儲かる話なんですね。なののでそういうい政府のちょっとしたプッシュ まあ目と口、両方が必要だと思うんですけれど、プッシュがあれば、いろんなものは変わるかと思います。あとはまあ電気自動車の場合は、政府がどれだけ数字を出すかということもあります、まさにほこの国もやっていることでありまして、それぞれの企業の経営判断にもよるかと思うんですが、今の日本の企業の経営判断は、やはり政府を見て判断してしまうので、そういう意味では、皆さんの政策が非常に重要なので、頑張っていただきたいと思います以上です。 下村彩香君、はいえー、最後にに有馬参考人お伺いをいをたします原発に頼らなくてもです、ね、カーボンニュートラルというのは可能かどうか、お伺いをしたいと思います有馬参考人。ありがとうございます。あの原発に頼らないで、カーボンニュートラルを達成するということは、技術的には可能だと思います。ただし、それはものすごく高いコストがかかって、日本経済にとっては私は自爆のシナリオであると。 いいう,うに思いますあの日本が使える技術というものを、あの特段排除をしないでですね使えるものは全部使っていくとで、先ほどのプレゼンにもありましたように、今ある原発をできるだけ長く使うというのは、温暖化対策としては最も費用対効果が高い、これは明らかであります。再燃を新しく作るよりも、今ある原発を長く使った方が、あキロワットあたりの CO2 のコストということで見ても圧倒的に安いと。 いうことは明らかですので、あのでアメリカなんかでは、今ある原発を、ですね例えば80年運転というものも認めつつあるという状況にありますので、そういったことも考えていくべきだと、ですから私はあのカーボンニュートラルに向けて、日本はあの、日本のようにた諸外国と全く国際連携線を有していない、それから再エネ資源ということで見ても、ですねあの例えば中東諸国とか、あるいは欧米に比べて、いろいろハンディを追っている部分があると。 いうときに、あの、使える技術を使わないというのは、合理的ではないということなんではないかと思っております。<laughs> ありがとうございます。清村綾香君。はい、ありがとうございました。あ、の、コストに関しては、あの、松下参考人と飛鳥参考人と、そして有馬参考人で割れているということで、と理解をしました。ありがとうございました。終わります。他にご発言はありませんか。